じゃかじゃん、お待たせいたしましたね。もう3時まで長くてね、朝からやらせろって、あ、やったかね。そんなこんなでございますがね、やっとワールドシャーラーなんか決まったみたいです。はい、東京ショーではですね、横浜ショーか2703、まあどちらかというとあのサワラだとかね、シーバストロピカルフィッシュでいうとちょっと大きなお魚ね、P2 号3号なんか使うタックルとして、2703が選ばれました。ここの大阪決まったのはこちらのロットみたいでございます。すぐ出んのかな。はい、2832ね。もともとね、2832、2831、2703って、あの273、この3つがね、ぶっちぎりの、人気だったんですよ。横浜賞でもこの3つが上位3つ、そんな感じでございました。で、2703がなくなりましたが、それの次ということで2832、ね、まあ時点的には2831、2754といったところがですね、人気だったわけでございます、ね、そんな感じでございましたけどもね、まあとりあえずあのこれはもうほっといても結構でございます、ね。別に俺にとっては、まあ、あんまどうでもいいや、いやいやどうでもいいってことはないですが、ね。これが一応ね、今年の10月ぐらいに発売になります。もう一本、ウェブ上での、人気ナンバーワンというものがこれ2月の14日までやります。このまんまでいくと2953が決まりそうです。2831の人、押したい方は後で押しといてください。2754を押したい方は2754を押しといてくださいね。いやいやベイトでしょう、ね、少し倍の方ごめんね、これ以上来れないね。はいね、2631FF、ね、ベイトお願いだよっていう人はベイトをしといてください、ね。そうすれば、その、本数がいくと思います。今のところ 27% です。これね、ただ20人ぐらいがこれを押したらほぼ並んだんだよ、これ。そんなもんだから、だからあと今ウェブ上で最初の頃ね、ウェブね、一人でね20人も30人もあのできちゃったのね。今それなしにしてるから、まだウェブでやってない方、2754、2754でも20来てたんでね、これ俺一番好きな竿なんだけどね、セールフィッシュを釣りたいっていうね竿でございました。2831、これはまあどちらかというとシーバスの人たちがね一番推してるやつでございます。1631、これも平場だとかね、大阪ですと、タチウオ、あれにドンピシャ。2953、まあ、浜のね、サーフの竿、ね。2155、これはもうどちらかというと磯でね、磯に渡船で渡ってヒラマサ釣りたいというちょっと特殊な人。2153、これもやっぱりサーフの釣りですね、遠投したいっていう人の、やつなんですけどね、まあ、そんなこんなでございました。まあ、ここにあのありますね、かっけえのは、これちょっとあのここら辺がグリップがちょっと太いんで、俺もう少しこれ削り出そうと思っております、ね。こう持つのにはいいんですが、ちょっとこの格好が俺的には好きじゃないね。この辺のところ削ったりなんかしようと思っております。2953、これもねできれば本当はグリップ全部交換したい、今から交換すると来年になりますね。はい、ただねそれもできるかどうかちょっとまだ分かんない。一回後で分解してみて、違うリールシートが付けられるかどうか、それの実験してからもう一回テストしてみたいと思いますね。その他のロット、ね、2831、2832、ありますが、まあ、これも、ね、先ほどやってました。ちょっとだけ今日ね、一番奥でそーっと投げさせていただきましたが、ね、来られた、方たちは、多分半分ぐらいの方たちは見ててくれたと思いますが、
ね、一気にちょこっとそこでちょっと投げただけですごかったでしょ、ジュワーってみんな並んでね、本当だったらキャスティングや皆さんが見たいのがね、分かっておりますが、ね、先ほどやったようにですね、ツーピースのロットっていうのは左手使えば誰でも簡単に遠くへ飛ばせるようになりますね、右手よりも左手が重要なんですよというね、お話をさせていただきました。先ほど後ろ、先ほどから後ろで見てた方たちは、あれねっていうね、右手で振るとなかなかこういう状態でなかなかうまくいかないけど、左手を使うと、ね、これ右手を使わずに左手使うとここまで振れます。いいですか、重要なのはダブルハンドルと言われる両手で投げる竿は左の引きで決まります。左の引きです。最初はなかなかグッて引くことができない、そういう方は左手で弾いてください。左手で弾くだけです。これをこう持ちます。右手は使わないです。左手のみです。左手のみです。これだけシャープに触れるようになります、ね、いいですか、僕の教えた通りやっていただければ今までよりも 20% も 30% も飛ぶようになります、ね、力はいらないんです。左手こうやるだけですから、これはできますよね。こんなに触れるんですよ。飛ぶの当たり前でしょう、ね、村田はじめのキャスティングは左の引きです。かっこいいでしょう、ねね、左の引きさえうまくいけばうまくなります、ね、それと今日朝から何度も言いましたが、スピニングは必ず2本の指で持ってください。スピニングは必ず2本の指です。1本の指で持たないでください。これは間違いです。僕らはリールを作らせる側です。リールシートをデザインして作らせる側です。1本の指で持つように作ってません。2本の指で持つように僕らは作り上げてます。だから間違った使い方の1本の指で持たないでください。いいですか、必ず2本の指です。2本の指で持ったが最後、絶対手を離さないでください。3本の指で持たないでください。3本の指で持つと糸に傷がつきます。糸に傷がつくんで切れます。投げた時プツーンと切れて飛んできます。うちのお客さんとしてはいいお客さんになりますね、えどんどんルアーをなくしてくれればお客さん的にはいいお客さんになります。2本の指で持っていけばまず切れることはございません。2本の指で持ち巻いてきます。ここの辺でいいやというところで止めます。下を見ずにリールを触ります。ここにラインローラーと言われるものがついてます。このラインローラーを上に持ち上げてください。拾います、返します、投げます、止めます。 1,2,3 でハンドルで返します。巻いてきます、止めます、左手を添えます。ここにラインローラーが僕の親指に乗っかってます。上に上げます。ここで拾います、返します、離します、止めます。大丈夫ですね、当たってませんね、はい、ここで 1,2,3 で返します。巻いてきます、止めます、左手を添えます。ちょっとずれたところにあります。一周回してここで止めます、拾います、返します、離します。 1,2,3 で返します、止めます、上に上げます、拾います、返します、離します。これブレーキングです。 1,2,3 でこの状態から 1,2,3 で返します。
たったこれだけのことです。お家でやってください。釣り場ではやらないでください。釣り場でやると投げちゃいます。一度投げるとしばらく帰ってきません。いいですか。それじゃ何回もできないんですよ。お家で巻いてきます。止めます。上に上げます。拾います。返します。投げます。止めます。 1,2 の3で巻きます。すぐできるでしょ。みんなベッて投げたら帰ってこないじゃん。釣りし始めちゃうじゃん。それじゃ覚えないから、必ず家でやってください。お家でね。ね、止めます。ここに手を乗せます。ラインローラーここにあります。最初のうちは皆さん下見ていいですから、そのうち押さえるだけで上に上げて拾って返すということを覚えます。この状態からハンドルでそーっと回すんじゃないですよ。勢いよく 1,2 の3って返します。巻いてきます。上に上げて拾います。返します。大丈夫、止めるから安心してください。村田はじめだからね。はい、巻いてください。これだけのことです。簡単でしょ。必ず2本で指で持つからできます。1本の指だと届きません、今やったことが。だからこのリールもシートもそうやって作ってあるんです。多分半分近くの人、3分の1の人たちは間違って1本の指で持ってたと思います。間違って持ってたと思います。これから2本の指に変えてください。2本の指に変えていただければこれができるようになります。先ほど最後の、あちらで投げた時にピッて投げてピッて止められるのはこれですね。壁にぶち当てる前、1メーター手前でピッて止めることもできます。たったこれだけのことです。2本の指で持ってください。決して釣り場ではやらないでください。家でやってください。今日帰ったらお家でやってください。すぐ覚えます。10分20分で、たったそれだけで。ベイトです。指1本で持ちます。2本の指で持ってる方がたくさんいます。中には左ハンドル使ってて3本の指で持ってる方もいます。本来はこれ指1本で持ちます。なんでベイトリール、それからこのチームシート、すべて指1本で持つように作ってあって、2本で持つようには作ってないんです。左使ってるから2本でそのまんま投げてます。それがダメなんです。指1本で持つから大きく振れるんです。指2本にすると手首が返らないんで、その分前に振ろうとするんです。テレビ見ててどうしてもえいってこう投げてる人いると思います。手首が返ってないんです。指1本にすると手首がうんと大きく返ります。2本にした途端に返らないんで、腕を持ち上げようとします。村田はじめのはじめというのは基本の木と書きますね。基本に忠実にやってください。指1本です。2本で持つと指の腹でブレーキングをかけようとします。だから下手っぴーなキャストになります。いいですか。2本の指でやるからサミングがうまくいかないんです。ブレーキングですね。指1本で持つとサムバーと言われるリールについてるこのバー、これをクラッチを切るのに力強くクラッチが切れます。2本の指だとクラッチが切りづらいんです。親指の付け根で切ろうとするんです。だからダメなんです。指1本で持つからクラッチが力強く切ります。切った後に親指がのかかとの部分、足でいうかかとの部分がこのサブバーに乗っかってブレーキの先
先端でブレーキをかけられるようになります。狙ってます。あ、大丈夫ですか、ね、はい、ね、クラッチを切った時指先で止められます。ね、狙ってます。はい、大丈夫です、ね、指先1本、これがね、2フィンガー2本の指でやってるとなかなかうまくできない。なんでって、指の腹でブレーキをかけようとするから。車の運転するときにかかとが下についた状態でアクセルワークというものをします。これ上げたまんまで、これはとてつもなく難しいですよ。あの、帰りにやってみようと思わないでください。ね、どこどに突っ込んで、あのね、どこあ、なんかコンビニ突っ込んだらしいよって、ねね、なってしまうか、かもしれません。かかとをつけた状態だからこ細かく動かせます。かかとをつけた状態だから細かくブレーキングがかけられるんです、ね、だから指1本で持つようにできております。2本、1本の指で持つから、ここが勝利の V サインができるようになってます。2本の指にするとそれがかぶってきます。1本の指でちゃんとここに V サインができるように、僕らはリールを作ってます。そんじょそこらのバスプロの兄ちゃんと違って、できたリールをもらってるわけじゃありません。僕ら一緒になって作ってきます。だからこういう風になるように作ってあるんです。2本の指で持つようにはしてません。1本だからうまくいきますね。ワンフィンガーです。リールを巻くときには3フィンガー、小指と薬で包み込むようにしてください。そうするとサムレフトと言われる親指がここに乗っかるようにできてます。これ2本の指だと届かないんです。1本のギャル持ちと言われるのはもっと届きません。力が入りません。これ通称ギャル持ちと言います。投げた後ここで巻いてる人、これ芸能持ちと言います。芸能人の多くに見られる巻き方です。私はかなり釣り合ってんですよ。嘘つけ、ね、でかい魚かかったら負けねえだろう、ね、これは3本の指で持つようになってます。つまりワンフィンガー1本で投げた後バトンがここに来ます。そのまんま巻いてきます。だから持ち帰るという要素がなくなります。左ハンドルの方、ワンフィンガーで投げて3フィンガーに持ち直してください。まあずらしてくるだけでも結構ですが、ワンフィンガーで投げるようになればもっと飛ぶようになります。右利きの方、ベイトリールは右ハンドルで使うのが本来の使い方です。右利きの方で左ハンドル使ってる方、特に関西の方にとてつもなく多くいます。関東ではほぼ 80%ミニハンドルです。オセアニア、あのオーストラリアなんかそうですね、 95% がミニハンドルです。ヨーロッパ 90% ミニハンドルです。アメリカ 90% ミニハンドルです。韓国 70% 左ハンドルです。中国80% 左ハンドルです。大阪 40% 左ハンドルです。ほんのそのちょっと前 50% 左でした。やっと大阪も50から 60% の人たちが右になりました。東京では 80% です。徐々に戻ってきている状態です。でもまだ多くいます。なぜ左がダメなんでしょう。重たいものが全部ハンドル側にあるんです。それが下に行きます。だから力がない人が投げると変な投げ方になります。もし、それを、左でそのままやりたいというのであれば、すいません、腕力をつけてあげてください。鍛えてください。そうすれば左ハンドルでもで止められるようになります。
手首のスナップがない方にはおすすめしません。右ハンドルはピッて止められるんでいいところにライナーで飛ばせられます。左ハンドルの方、エイヤーって先ほどやってるようなオスキャストになります。つまり先ほどやったようにダブルハンドルで両手じゃないと投げれないんです。本来6フィート半や7フィート、そんなに重たいものでなければ片手でプッて触れるはずのものが触れない。両手じゃないと落っことす感じがする。それは2本の指で持ってるし左ハンドルだからそうなるんです。まず基礎を学んだ後から左にするのは OK です。左にもいろんなやり方がありますから。だから最初から左を僕がダメだよと言ってるわけじゃありません。基礎ができてからやる分には俺は右と左両方使いたいな、いいでしょう、せっかくリールは右も左もあるんだからね。ただ最初から左にしてるとなかなかうまくなれない、ね、どうしてなれないんだろう。いやそういうもんだからです、ね、ただ先ほど言ったようにちょっと腕力をつけてあげたり手首のスナップが効くようになれば僕は右でも左でもどちらでもできます。どちらでも負けます。普通の方は右手で耳の横でこうやろうとすると右利きの方はきれいに負けます。これ横に行っても負けます、上に行っても負けます、下に行っても負けます。どこに行っても右利きの方はハンドルが簡単に回すことができます。後でもし気になったらやってみてください。左手で耳の横やります、なんとかなります。逆やろうとすると動きません。ここはいけます、ここもいけます、こっち側が行きづらくなります、上なかなかできなくなります、こっちは簡単にできます。これが右利き左利きです。もともと左利きの方はどうなの、左利きの方というのはどちらかというと小さい時に親御さんが右利きに変えようとするんです。だから両方使えるんです。右利きの方は何不自由なくそのまま右で過ごしてきましたんで左手でボール投げろって言ったって投げれないのよ。フォームは分かってんの、こうやってやれば。ところがそれを左でやろうとするあれできないのよ。そういうもんでしょ。小さいうち子供のねまだちっちゃい時に小学生ぐらいの低学年の時にやれば右も左もうまくいきます。野球と一緒ね、右投げ左打ちね、小さいうちに鍛錬を結んでプロ野球の選手になるんだっていうのであればそれは OK ですね。右ハンドル左ハンドルというのがありまして、今僕が言ってるのはあくまでも、これからの基礎ということですね。もう20年やってるけど変えただけで人生変わりますね。そんな感じです。キャスティング、本当に力なく左手をうまく持っていけばすごいキャストが簡単にできますね。ちょっと引いてみてくださいね。片手シングルハンドル片手投げと言われるものも後ろに振ります、後ろに振ります、後ろに振ります。離せば勝手に前に飛んでいきますね。離せば勝手に前に飛んでいきますね。フリップキャストというのがあります。下に振ります、下に振ります、下に振る。ここだけちょっと開けてもらってもいいですか。もうちょい開けてもらってもいいですか。はい、そこだけ鎖取れる、その鎖取れる今だけ。はい、ありがとうございます。下に振ります、下に振ります、下に振り、離すと前に飛んでいくんですね。そこ通る方だけ一回止めといて、あ、いや両方落ちたか。ピッピッピッと下に振る、離すね、下に振る、離す、いいですか。下に振ります、下に振ります、下に振ります、下に下に振ります、下に、これを離すだけです。大丈夫です、狙ってるだけです。ね、
下に振るだけ。これをオーバーヘッド、上に振る、上に振る、上に振る、離します、前に飛んでいく。力はいらないんです。釣り座を曲げれば勝手に戻るの。みんなは後ろからこう投げようとするから力任せに投げてるの。後ろに振る、後ろに振る、後ろに振る、離せば飛んでくのね。さっきはちょっとスピニングだけ投げさせていただきましたけどね、後ろに曲げるってことです。はいいい、 OK です、戻しちゃってください。はい、もっとかぶりつきなんで今日生放送でございますからね。はいね、竿を曲げるということで、そうすればふって曲げたやつが戻ってきますから、そこに軽くチョーンって乗っけてあげれば飛んでくんですね。村田はじめがね、アンタレスね、昔のタラのアナログですよ、 DC やなんかじゃなく 99.82m だったかなんだったか忘れちゃったけどね、あれだって完全無風でしょ。あれほんの少しでも2メーターとか3メーターの風がそよそよって吹いてたら110メーターとか飛んじゃうの。あれ3メーターから4メーター飛んでたら120メーターぐらい飛んじゃう。それでもあの DC も一緒、120メーターって言ってるけど、あれ風がない状態でやってるから、ほんの少し風があると 18g の進化ピッて投げただけで130とか140とか飛んじゃう。それメタルジグの 30g とか投げると、投げるつもりだったら 200m いっちゃうんだよ。ただ糸が足んなくなるね。今日の朝一でもって、あの投げ釣りのキスの竿、投げ竿をねここでお見せしたのね。ロングノーズのカップ、コップのやつ、あれ僕投げると軽く 200m 飛ぶんですよ。言っちゃなんだけど、また初め66だよねえ、あの50代でも40代でもないのよ。今でもこうやって振るとスパーンって振れるのね。あれって左手の引きなの、同じなの。投げの場合も左のこう引くか引かないかなの。この時に腰が一緒に回るとそれだけで振れるのね。前回横浜ショーではマグロの竿はどうやって振ればいいですかって言うから、じゃあ振ってみせようかってね、振ってみせてあげましたが、左の腰にこの糸が、このグリップエンドがここに持ってくれば、それだけでフンって飛んでくるね。特にあんなあの竿20万円もする竿で10万円を超えるリール、両方でワンタックル30万円、あれ俺に貸してくれれば200メーターぐらいすぐ飛ばしてあげるよ、ね、俺多分70ぐらいまでだったら200はいけると思う。ごめん、そこから先は分かんない、ね、でもそのぐらいだから、それに力がいるのかっていうと、まあ、そこそこはいるけどでもさっきやったように、だって俺別にそんな筋肉質じゃないよ。多少はあるけど、一回俺はこの肩全部切れてんだよ。これ一回全部ここに穴開けて、筋肉こう引っ張り上げて、ここに骨に穴開けてこう止めてるんだから、その状態で今俺今こうやって見せてるからね。2年前にここ何もなかったんだから、俺の上腕二頭筋ってここに起こってたのね。ちょっと手術で引っ張り上げてもらってやってもらっただけだからね。それでも今でも、投げようと思ったら投げれますね。ただそれにはフォームが大事なの。後ろに振ってパーンって弾いてあげればうまく飛ぶようになりますね。片手で振って別に持ち方ができてればちゃんとできるの。さっき言ったようにスピニングはトゥーフィンガーグリップで持ってください。こうすればうまく力が入ります。1本だと力が入らないの、だから2本にしてください。どうしても両手じゃないと投げれない、ここ下をキュッて振ってあげてください。これだけでお辞儀するように飛んできますね。ベイトは1本の指で持ってください。そうすればこんなに大きく手首が返ります。
これ軽くなってポンって振るとあそこの壁ぐらいだったら俺ぶち当てるよ。こっから投げて。俺は嘘偽りで言わないからね。横浜省では先ほどの今日朝言ったように僕のために18メーターの50メーターのステージ作ってもらったの。まあステージっていうと大げさだけど何にもないところをね、そこでポンって投げさせていただきました。軽く 7グラムのこれ進化です。ふーんってやるだけで飛んでっちゃうのよ、ぶって。そんな力いらないのね。あの缶釣りのやつだってあんなペロンペロンのやつでふいって投げただけで50メーターぐらい飛ぶのよね。たかだか4グラムかそこらの、スプーンがね、そんなもんだから。あれはだってうまく竿を曲げてあげてピュッて振ればいいだけ。よく俺があのテレビの中でやってスパーンってこうやってスパイラルってやつ、あれだって軽く投げて50メーターよね。50メーターぐらいの幅の管理すれば反対側まで届いちゃうんだから、ちょっとこうやるだけで、片手で振ってるだけ、両手でこう振ってるんじゃない。それは十分に釣り竿を曲げてあげればそのロッドの反発で飛びます。ただそこにはちょっと高めの竿の方がよく飛びます。なんでってロッドの反発力がちょっと違うね。そして今回出ましたこれツインパワースーパースローオシレートっていうのがついてます。巻いてきてもゆっくり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 上がってきます。ここがこれゆっくり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 上がってきますね。すごいスローで、上がっていきます。下がってこれだけスローで巻いてますからすごい。これ1本ずつ巻かれてんの。糸投げるじゃん、音もなくスーッて飛んでくのよ。今までのやつっていうのはここの上がったり下がったりするのがキッコン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 やってたんでバッテン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 で巻かれてたの。だから投げるとババババババって糸が飛んでくる。ところが今のスーパースローと言われるものがいくとスッて投げたという音もなくきれいに抜けていく、ね、今日朝お見せした、円筒用のリールスーパースローのもっとスーパースローです。そしてね1980年代初頭ぐらいから糸は均一に巻いた方がよく飛ぶっていうのがずっと言われてたの。今から40年も前の話を、ね、それが30年ぐらい前になってからどこの投げ用のリールも全部スーパースローを使い始めたの、ね、スーパースローになって20年も30年ももう経ってんのよ、ね、ステラが一番最初になったんじゃないの。それよりも何よりももっと円筒のリールはもっと昔からなってるの。それでみんな使ってきたの。よくそれを使ったらバックラッシュする、よっぽど下手なんだろうねって、ねえ投げのリールそうしたら使えないよね。全メーカーがやってんだよ、ね、今は亡き両備さんなんていうのもやってましたね。プロイスカイヤーセブンなんていう名前でやってました。ロングノーズ大和さんもやってました、ね、この島野も当然やっております、ね、それはそのロングノーズでスーパースローで巻くと音もなく飛んでくのよ。しかも200メーターもね、それが今この小型のリールでも使えるようになりましたよという状態です、ね。今で言いますとステラ、バンキッシュ、このツインパワー、今度じゃあその下も出るなら、いやその下はちょっと難しいかもしれない、ね、でもステラからするとほぼ半額と言われるこのツインパワー、ね、皆さん今日巻いてもらったと思いますが巻き心地感がいいでしょ。俺が100点って言った意味が分かったでしょ。あのまさかまだ巻いてない人いないよね。今なら空いてるよみんなこっち来てるから今なら空いてるよ。ガラガラだもんね。俺の話この辺で終わるから先に、ま、の巻きたい方はそこに行ってね。今日はこの後ずっと皆さんがよくサインサインってずっと言われたんですが、
3位がこれが終わったと同時に俺が今までいたあのワールドシャウラーのコーナーでサイン書きます、写真も一緒に撮りますね。ただしタクシー任してるんですぐ帰りますすぐ俺北海道行かなきゃいけないのよ、忙しいんだから。北海道行って札幌行ってすぐ帰ってきて次の日が函館にいるのよ一回帰るのよ一回帰らないと飛行機ね、あの回数乗れないんでね、それが終わるとすぐに俺新潟に行ってるからね、金沢がちょっとね地震でね中止になっちゃったから、金沢の代わりにもう一回北海道行くのよ、展示会があってね。帰ってくるとそのまま五島列島ってところに行くの、今度マダイやってんのね、平場でね、函館はあのジギングって、まあ、ジギングって軽く振るだけ、こうやってやってるとあのサクラマスが釣れる、ね、終わるとすぐに俺あのカジキ釣りに行かなきゃいけない、与那国島ね、忙しいよね。それが終わるとすぐマグロ釣りに行かなきゃいけない、久米島ね、まああのうちのお客さん連れてね船2艇借りてね、みんなのマグロ一緒に釣りたいって言うから釣らしてやるよっていうね、まあいろんなところにね、皆さんと一緒にこう行ったりなんかしておりますね。釣り宮の親父でございます。なんないと、ま、あのもしお店に来ることがありましたら金土日曜日にいます。ただその辺にロケが入る可能性もあります。村田はじめ .com というのがありまして、これを見ていただくと、あ、何にも書いてないっていうと大体いることが多い。ただサボることもある、ね、たまにサボって俺いないのとか言うね。たまにはあとはあの出勤が最近遅い。昔うちの店って8時の8時だったの。だから昔は俺は8時から8時までいたの。年取ってくるとね、9時ぐらいから5時ぐらいまでなの。店今最近7時になったんで、8時までやっても7時過ぎると誰もお客さん来ないから、田舎だから周り田んぼしかないんでね。で5時ぐらいって言っていながら3時ぐらいに帰ったりなんかするの、ね、もし来られる時には早めに、ね、言っていただければね、まああの釣り具屋の親父ですから何なり聞いていただいて、ね、別に糸の縛り方からないから何なりとお教えしますよ、ね、キングノットってどうやんのって俺店でもいろいろやってますから、ある程度のところやってみたら、あとはあのいろいろ動画あるからよく見てねっていう、ね、糸の縛り方っていうのは一つ覚える、忘れちゃうのみんな、あれどうやってやるんだっけ、あれ思い出したらもう絶対そこから忘れないから、思い出さないやつはダメなんだけど、もう一回それをもう一回やって、ああ自分で思い出したやつって絶対忘れないからね、糸の縛り方、ユーチューバーの人がこれが一番だあれが一番だって言ってるけど、一番慣れてる、の縛り方が一番強いですからね。そこで JGFA が、どの糸の縛り方が一番強いってやってるとダブルクリンチノットっていうのが一番になってる。ただね、そのダブルクリンチノットでも10人いたら10人強さが違うのよ。強く縛れる人とそうじゃない人がいるの。ユギノットにしてもナギノットにしてもそうなんだけど、人によって縛り方によって強さが変わるの。 70% で切れる人もいれば 80% で切れる人もいる、ね、これね、その人の得意な縛り方が一番強くなるの。そんなもんだから、だから騙されちゃいけないよ、ね、YouTuber に騙されるな、ね、俺も出てるけど、ね、俺も出てるけど YouTuber に騙されちゃいけないよ、ね、さあ、島の、まもなく、ね、今日5時でここ終わりでございます。5時になった途端に撤収ですね、その前に今せっかく釣り竿を全部並べてありますんで、リールも全機種並べてありますんで、ぜひ触ってみて比べてください、ね、こっちのが硬いの柔らかいの、ね、
これからお店に帰って、ああ見ときゃよかった、遅かれしだからね、店に行っちゃったらもう閉まってあるから、出してってなかなか言えるもんじゃないからね、今日は全部出してあるからね、M と MH どんくらい違うのよね、0番と1番と2番と3番どう硬さが変わってくるのよね、ジニングロットは0、1、2、3、4、5、6ってずっと書いてあるでしょ、それによって硬さが違うのよね、M だ MH だって、ミディアムだミディアムヘビーだって、あれね、竿の種類によって全然違うのよ。例えば管理釣り場用の UL ウルトラライト、バス用のウルトラライト、トラウト用のネイティブのウルトラライト、全部硬さが違うの。管理釣り場としてのウルトラライト、渓流用のウルトラライト、だいぶ2倍硬い。さらに硬いのがバス用のウルトラライト。全然硬さが違うから、こういう時こそ比べてみてちょうだいね、今なら本当に飾ってある。まだステラ触ったことない人、今日は鍵がかかってないから、今日鍵かかってないから巻いてちょうだいね。ただ巻いたら最後だよ、夢に出てくるからやべえね、巻いてる指が出てくる。今日旦那さんとかね、彼氏が横にいる人、男っていう動物はリール巻くだけで幸せになれるのね。なんかテレビやった時こうやって巻いてるだけでね、ボカーっとしてんの、これだけで幸せになれるの。うちの旦那変、うちの彼氏おかしいと思ったら大きな間違い、みんなそうだから。男って動物はそういう動物なの。うわーすげー、中にはウィーンウィーン、これだけでね飯が食えるの。そういう動物なの。ウィーンウォー、これだけでいいのね。変だと思ったら変じゃないの、みんなそうだから。みんなやるの男はね、ハンドルバーンって、これだけでね、中にはハンドルのねここ回しただけですげーすげーってやってるんだよ。これだけで喜べる動物だからね、マジでそういう動物なの。俺もそうだから分かるの。だいたい店にいるでしょ、巻いてみるって言った時にみんなやってるのよね、ね、そんなもんだからね、そういう話をしてて、あっという間に時間が来てしまいましたけどね、まあ、スペシャルステージということで今日は、ここで、朝一から話させていただきましたね、帽子はもうねえのかな、帽子はなさそうだね。今日はね、小さなお母様にはね帽子をね、帽子ってのもうないんだよね、ないよね帽子ってね、はいね、帽子あげたりね、あとは P ラインの中のサンプルみたいなのあげたりね、いろいろしてましたね、そんなところでしたが、最後の最後ですけど言っておきますよ、カタログ買うのは今よ。朝買うなって言ったでしょね、あんなクソ重たいもので一日持ってたら大変だから、カタログを買うなら今よね、そうするとね、あそこにいっぱいまだカタログが残ってるんだけど、重たいやつをしまわなくて済むのよ。シマノの社員がね、ほら今買いに行ってるでしょ、カタログが綺麗なお姉さんもあそこに用意してあるからね。朝から言ってるけど、あの子たちとギャラが一緒なのね、あの子たち今ほらカタログほら買ってってやってるけど、あの子たちと俺のギャラが一緒の、こんなに一生懸命話してるのにね、ねえ、どうな、なんなんだろうね、ね、まあそんなに俺も長くはここにはいませんので、ね、これ終わりましたら、この一番後ろ行きまして、サインちょこっと書いて、そこでちょっと車待たしてんで乗っかって帰っちゃいますからね、今日は帰ったら、家でしゃぶしゃぶです。あ、一昨日もしゃぶしゃぶだった、島野がしゃぶしゃぶにしてたね、そんなこんなでございますけどね、何か今のところなんかこんなこと聞いてみたかったんだけどって何かある？答えてあげるよ。
はい、うん、はい、さっきの投げ方でライトなジグの1グラムぐらいの、ね、ちっちゃいやつ、ね、メバルかなんかやるの、ね、メバルかなんかやるの、投げ方は一緒だよ。後ろに一瞬持ってきます。わかる？こうじゃなくて軽いよね、軽いよね、こっから瞬間でプッて振ります。今ちょっと重たいのついちゃってるから、今片手でやるんで、もうこっからこれだけ、こっからこれだけ、この瞬間の曲げで、メバルの竿なら竿先だけこんなになってるよね。これをピッて曲げてあげればいい。だからピーじゃなくてピッ、瞬間ね、そういうふうにやってあげればいいです。他に何かありますか？はい、なぎなぎ、いいよ。あの釣って一番引きが強かった魚って何ですか？俺が釣って一番引きが強かった、マグロの403キロ、その次はカジキの430キロ、その次は、チョウザメの300キロぐらいかな。でも一番腰が痛くなるのは、マグロの5、60キロぐらいのやつ。下に行かれるやつが一番腰が痛い。痛い痛い痛い、勘弁してくださいっていうね、もう二度と君を釣りませんって言いながらまたやるんだけどね。はい、他に何かありますか？はい、あ、うん、テクニカルエディションのリミテッドって出ますか？すぐに何かやるってことはないな。今テクニカルエディションがあまりにも注文残で、今うちのお店だけで60本ぐらいお客さんが予約してんの。それが間に合ってこないと次のやつに今行こうっていう感じにはならない。さらにもう一つ言うと、エリアリミテッドが丸1年上がってきてない。なおさら。はい、他に。夏からブラックバスを始めた息子に、なんかこうやれば釣れるみたいなのがある？ないな。バス以外の魚をお父さんに教わってください。バス以外の魚をまず教わることに、なんでっていうと、バス釣れねえじゃん、なかなか。うん、だからなかなか釣れないでしょ。なかなか釣れないから、まず釣れる魚を、いつも言ってるように釣れる魚を先にやることです、ね、だから海上釣り堀だろうが何だろうが、何でもいいの、管理釣り場でも何でもいいの、まず魚の引きというものを覚えてもらって、それでバス釣ってみたいっていう方向に持ってってもらった方が、すぐに覚えると思います。はい、他に何かありますか？はい、スコーピオンってモデルチェンジさせたいと思ってます。うちの酒井がなんていうかね、今酒井の方には渡してありますが、次の構想はある、次の構想はある、構想はあるけど、その構想がすぐ1年でできるような話ではない。はい、他に何かありますか？はい、その今アンタレス使ってるんですけど、うん、そのアンタレスの性能を最大限に引き出して使いたいんですけど、どうしたらいいですかね、うん、アンタレスの何番使ってんの？アンタレスの普通のノーマルギアの、ノーマルギアの21のアンタレス DC 使ってるんですけど、うん、残念ながら21のアンタレスの DC はそんなに飛ばない。ブレーキがかなりかかりすぎるぐらいにかかってるんで、
基本的には、その後に作った、アンタレス DC-MD は21から比べると 20% ぐらい飛距離が出るように作ってあります。カルコンの DC とどっちが、カルコンの DC と21の21の DC がどっこいどっこいだね。 あの頃はブレーキがかかりすぎてるから、あれはねちょうどコロナの時で俺が一切触ってない。そこへ行くと、23のアンタレス DC-MD、 あれはちゃんと俺がやってあげたんでよく飛ぶようにしました。あれをもっと飛ばそうと思えば本当はもう俺に 2ヶ月ぐらい預けてくれればもっと飛ばせるようにしたんだけど、そこまで時間がなく、タイムアップで今の状態です。はい、もう一個作ろうと思ったらもっと飛ぶやつを作ります。はい、他にありますか。本当に、村田はじめの、フィッシングサロンっていうのをやってるのね。で、そのサロンの中ではいろんなこう皆さんが質問をしてくれます。毎晩飲みながらやってます。これ僕だけじゃなくてですね、平和君とか磯野ね、あとはイカ先生とか、俺がやれって言ったんでやってます俺がやれって言ったんでやってますね。1ヶ月に1回だけ僕のフェイスブック上で、サロンみたいなことをやってます。ほぼほぼ毎日聞きたいという方はサロンの方に入っていただければいろいろ教えできます、ね。今サロンっていうのは700人もいるんですよ。先生が将棋の先生とか ARB の先生とかね、囲碁の先生とかね、お金儲けの先生とかねいろんな先生がいるのね。で俺その中のベスト10の中の一人です。700人中の、1位はホリエモンですホリエモン何を教えてるかっていうと金儲けの仕方を教えてるね。俺まだ聞いた時ないけどね、いろんな先生がおりましてね、日本にはいろんな、まあ、本当に歯医者の先生が歯の治療のどんのこんの言ったりね、ウイスキーの先生がいて、俺もそんなのはやってる酒に関しては結構詳しい、ね。そんなこんなですけどね、もしよろしければ中に入っていただいても結構でございます、ね。昨日はそのサロンのメンバーと飯食ってましたね。その平川君もサロンのメンバーと飯食ってたそうですね。イカ先生もサロンのメンバーと飯食ってたそうです、ね。そんなこともいろいろやっておりますんでね、ぜひよろしければ。さあそれでは時間がやってまいりましたんで、そろそろサイン会スタートしたいと思います。ゆっくりと後ろの方に行っていただければ並んだ皆さんは帰ってもいいんですよ。これだけの人数やると大変なことになりますんで、皆さんはぜひお帰りになっていただいて、あとはリールを見に行っていただいて、そのまんまお帰りになっていただく、もしくはあそこでカタログ売ってますから、カタログ買ってから帰ってくださいね。今からだったら重さがそんなにございませんね。ということで、これから僕の方は後ろの方に行きますんでね。はい、ということで本日はどうも皆さんありがとうございました。